海の始まり、夏、目黒連が第7話でようやくの父の始まりマウント取りまくりつの池松壮介を乗り越えて親子になる二つの伏線。スノーマン目黒恋27主演の月級ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、毎週夜9時の第7話が8月12日に放送される。これまで女性たちにされ、あまり目立たなかった主人公夏、 メグロの少年場になりそうだ。同ドラマは、人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか。様々な形の親とこのつながりを通して描く家族の物語。5日放送の第6話では、夏の亡き元恋人、水木、古川琴音、27が海、泉谷聖奈7を出産すると決意した理由に、現在の恋人弥生、有村霞。 三十一が関係していると明かされ、話題になっていた。第六話は、夏がナグモカで海と一緒に過ごす一週間が始まった。朝食後、自信満々に、髪を言おうか、と尋ねる夏に、海は、やってっと喜ぶ。夏は弥生に教えてもらった三つ編みを実践しようするが、海に、編み込みがいい。と言われて困惑。 夏は三つ編みだけ練習してきたと白状し、水気の母主員大竹忍六十67がくすくすと笑う。夏と海は、かつて水気と海が暮らしていたアパートへ。二人で住むには狭い殺風景なワンルームを見渡し、夏は水気と海の二人暮らしに思いを馳せる。翌日、夏と海は水気が働いていた図書館を訪れる。 死しょっつの池松宗介34と海の楽しそうな姿に夏は海に自分が知らない時間があったことを痛感してという展開。話題になったのは後半、水気が散布人家の待合室で弥生が書いたご意見ノートを読むシーン。中絶を決めることを他者に委ねてしまい罪悪感に襲われている。同じ状況の人に同じ気持ちになってほしくない。 物分かりの良い人間を演じず、ちょっとズルをしてでも自分で決めてほしいという弥生の言葉に、スイキは自身の母子手帳を読んでから決めると看護師に告げた。視聴者は X、旧ツイッター上で、スイキの身勝手な言動にずっと気持ちが晴れないままだったけど、偶然が読んだ必然にやっと納得できた。弥生さんの存在がなかったら、海ちゃんもいなかったのかもしれないなんて。 運命は時に残酷だが、幼き命をもたらす希望になることもある、など、水と弥生が繋がっていたという脚本に多くの賞賛の声が寄せられた。亡くなった水木、古川がなぜ海、泉屋を生むことを決意したのか、その経緯が説明された。ここまで、水木、弥生、有村、赤根、大竹、そして、夏の母ゆき子、西田直美、54によって、 母が子を産む、産まない、ということについて語られてきて、父であり男である夏、目黒は、主人公ながら存在感が薄かった。次からは流れが変わりそうだ。次回は、水気の子育てをサポートしていた、角、池松の回になりそうです。海の父親だと知り、複雑な感情を抱いていた角から、マウントを取られまくってきた夏でしたが、 彼とどう対峙するのか、おそらく、水木と海にどう向き合うのか、夏が角にはっきり示すことになると思われますが、これが海の父となる重要なきっかけになりそうです。ドラマライター、山川。これまで自分の意思をはっきり示さなかった夏が、次回の第7話で覚醒しそうだ。そのヒントは第6話にあったという。一つは角にはっきり嫌です、と主張したこと。 これは今までにないことで、夏の気持ちが固まりつつあることを示しています。もう一つ、自分で決めるのが苦手、と茜に告白していたことで、これは自分の性格を自覚した上で、それでも自分で決めなきゃならない時がある、ことを示唆しているのではないでしょうか。ここまで海に対して、戸惑いっぱなしだった夏でしたが、次回は毅然とした態度を示してくれるかもしれません。全道。 本作は親と子の物語ではあるが、これまで夏と海は親と子未満のままだった。次回、水気の四十九日保養と納骨を迎えるが、これを機に終盤に向けて大きく物語が動きそうだ。二人のダンス共演を見てみたい。